皆さんこんにちは。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 今日はベルリンにて脱原発、反原発、脱原発デモが行われています。今はベルリンの日本の大使館の前にいます。昨日は新しい政治が決まれていますが、これからの脱原発運動が続けてください。世界は一つだし、ドイツから応援します。脱原発の運動を続けてください。そして福島の事故が終わってないから、福島の話も続けてください。忘れないでください。無関心もダメです。無関心は本当に一番悪いことで、とにかくできればできるだけいろんな話してください。原発は悪いことをみんな分かってるから、その話も続けてください。インターネットでいろんな情報あるので、自分で探して自分の意見を作ってください。原発いらない。再稼働反対。ありがとうございます。